花葉と特本は、1918年から1932年まで使用された国語特本の愛称。正式名称は、尋常小学国語特本。第三期国定国語特本とも呼ばれる。県一の冒頭が、花葉と豆マスから始まるためこの愛称がついた。一学年二冊ずつの十二分冊である。1916年、葉っぱ、のりよし。 高野達之が、起草委員となって編纂が開始され、その後、高木一之助、深笠さん、井上九らに引き継がれた。1918年から1932年までに、尋常小学校に入学した世代が使用した。この木は、従来の尋常小学特本の修正本とこの特本が併用された。これは、全国一律に一種類の特本を使用することの、 適比を考察したり地域差を考慮した編集方針となったためである。国標資本は単語より区に進み文に移る編集法であった。それに対して白標資本は新メンバーによる自由な発想に基づいた教材を取り入れ早々に文に移った。また、児童の心理や生活により接近した文体となった。結果、3分の2の府県で使用された。 対正デモクラシーの時代を反映していると評価されている。教材には、ナヤガラやチャールズ・ダーウィン、第一次世界大戦の直後のヨーロッパなどが登場する。ありがとうございます。